田です。運動中のエネルギー源が枯渇することが、あのエネルギー切れを実感することがなくなるんじゃないのかなと思いますね。やっぱりこう時差がアミノ酸糖分っていうのが運動中だとこう注目されがち、すぐ吸収されてっていうところなんですけれども、こう脂肪もあのこう MCT っていう形で取っていただければ、あの運動のピークにうまく合わせると、あの運動中のエネルギーとしてあの考えられるのかなと思いますね。それこそこう30キロの壁をあの MCT 何グラムで超えれるのかっていうのはちょっと興味深いところではありますけどね。糖分以上の働きを、糖分が切れてからの働きの伸びしろの部分だと思いますので、あの可能性はかなりあるのかなと思いますね。心強いお言葉、皆さん安心しましたね。それでは私たちの企画の最大のテーマに迫ります。MCT オイルとガチエルソー、このコラボでどんな効果が生まれそうですか？まあ、理論的にはすごいいいのかなと思いますね。で、本当にこうエネルギーの切り替わるタイミングがやっぱり一つのこうあの疲れだったり感じやすいところなので、あの MCT を最初から飲んでいただくっていうのは本当にまあそのあの走ったり運動する体質にもあのプラスの影響を与えるんじゃないのかなと思いますね。はい、どうやら私たち間違っていないようですね。ということで、 MCT オイルの効果、メカニズム、お分かりいただけたでしょうか？私もしっかり理解しました。脂質燃やしてフルマラソン、 MCT オイルとガチエルソーで目標のサブ4達成に向けて頑張るぞ。